おはようございます。あいてててはい、おはようございます。1月の24日の10時55分でございます。寒いよ。ちょっと入ってますね。はい、布団片付けて、はい、ちょっととりあえず準備だな。はい、ういということで、ざっくり言ってますね。昨日あんま見えてなかったら結構ざっくり言ってました。まあちょっとこう、あの絆創膏貼り直してですね、もう一回つけたいと思います。それ終わったらちょっと外出ます。はい、雪降ってきたんで終了です。はい、寒いし、びしょびしょになるんでね。はい、これからちょっとさらに雪がひどくなるらしいんで、引きこもってゲームします。今日の昼飯ですね。はい、美味しいんですわ。チョリソー、2月11日かチョリソーとパンとキャベツで、サンドイッチ作りますと。はい、飯です。チョリソーハンバーガーとサンドイッチか、はい、サラダとコーヒーでございます。チョコレートも買ってきました。いただきます。お疲れ様です。ドコモにいます。ドコモでですね、今撮影している iPhone ですね、 iPhone をちょっと一括で、支払いする手続きをしました。来月は15万ぐらい引かれます。で、思ったんですけどダメですね、ローンはダメだ、ということで、はい、何ですか。なんとか言います。めっちゃ天気いいですけど風強い。ちょっと今からですね、焚き火してきます。おーい、寒い、到着でございます。あったけ、足に当たる。はい、帰ってまいりました。寒い、雪降ってました。今日はもうおとなしくしますわ。おとなしくするけど、ちょっと今日の晩飯ですね、めちゃくちゃ唐揚げが食いたいんで唐揚げ買ってきますわ。はい、ご承知ということで、晩飯でございます。砂糖のご飯、唐揚げ、520円、サラダ、あとね、ファミペイで買った、しかもタダで。ファミペイのですね、こじきクーポンでゲットした、このジンソーダをちょっといただきます。久しぶりの酒ですね、まじ1ヶ月ぶりくらいじゃないか。あー、美味しくねえわ。風呂は染みるわ。見えるかな、入浴剤入れますわ。なんだこれ、柚子かな。いや、私服だわ、マジで。寒い日の風呂はやべえ。はい、10時でございます。風邪ひいた。風呂長く入りすぎた。1時間ぐらいちょっとぼーっとしましょう。マジでちょっとくしゃみが止まんなくなっちゃった。はい、今日はゆっくり寝たいと思います。ということで、お疲れ様でした。